トラスカルテカは、現在のメキシコトラスカラ州にあたる場所に位置した、トラスカラ王国に居住していた、原住民ナワ族の中の一部族。トラスカルテカ族は、もともとは、ナワトル語、オトミ語、ピノメ語をそれぞれ話す三つの別々の民族の集まりだったが、最終的にナワトル語の話者が主となった。メッシカ族により、早期から攻略が試みられていたが、 トラスカルテカ族はついに、アステカ三国同盟に征服されることはなかった。人神国のための花戦争に参加させるために、アステカは彼らの独立を許していた。トラスカラの布のトラスカルテカの兵士たちが、スペインの兵士たちをチャルコへ導くへ。トラスカルテカ族は、エルナン・コルテスと彼の仲間のスペインのコンキスタドールたちに同盟して、 アステカ帝国の首都手のチティトランへの侵略を援助し、穴枠ニエスペイン人の到達を手伝って、侵略の手がかりを与えた。スペインによる、アステカ帝国の征服における、スペイン王権との同盟によって、トラスカルテカは、メキシコの原住民の中でも、銃を持つ、馬に乗る、貴族の称号を持つ、自身の集落の自治といった特権を享受することになった。 トラスカルテカはまた、スペイン人による土地の部族の征服が、実り薄い場所である、メキシコ北部のいくつかの集落の建設にも寄与した。彼らは遊牧の好戦的な部族の居住する地域に連れて行かれて、地元の民族集団に対するスペイン王権に従属して定住する、原住民集団の手本として、鉱山やアシエンダで働いた。 チメカにおけるトラスカルテカの植民地は、今日の州でいうと、サンルイスポトシ州、サカテカス州、ドゥランゴ州、コアウイラ州、ヌエボレオン州、ハリスコ州にあたる範囲の集落にあり、ヌエバトラスカラデヌエストラセニョーラで、グアダルーペデオルカシスタス、ヌエバトロックスカーラデヌエストラセニョーラデグアダルーペ。でホーカジスタス現在のグアダルーペ。 サンティアゴデラスサビナス、ビリアデヌエバトラスカラデキアウィストラインが含まれる。ありがとうございます。